皆さんお疲れ。サントリーハイボーズでーす。今回は H と久しぶりの B が、はい、B さんの参加で、今回テーマは何ですか？100周年を買いたい。本当に世の中に存在するのかっていうところから疑わしい状態ですけどなので今回検証ですね。山崎もしくは白州の100周年ボトルが田舎に雨の日に男2人本気で探したら見つかるかどうかっていうのをやっていきましょう。街中で見ないけど本当に奥行ったらあるのか。定価で100周年、うん、今日はゲットまで帰りますけどそれで帰れませんだと一生帰れない可能性があとは珍しいお酒探しつつ、うん、ゴールはそこを目指してる。そうやね。はい、ではやっていきましょう。それではレッツ100周年。今回は酒屋を巡るんですけど、酒屋だけじゃね手に入らないと。ツイッターとか見てるとやっぱり皆さん、うん、スーパーとか、うん、ドラッグストアで買いましたみたいな報告が多いんですよ。一回も見たことない今回はやたらめったら店に入ってみようと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ右で、あ、はい、はい、何店舗だ、 1,2,3 店舗目行ってきました。なんと3本も買っちゃいました思い切っちゃいました、はい、ちなみに結果としては100周年ボトルなしで、はい、なのでちょっとね変わった珍しい古いお酒を買ってきたので最後に紹介したいと思いますのでね。では次4店舗目行ってきます。何店舗目か分かりませんがスーパーも行ってみましょう。はい、スーパーのラインナップはこんなところですね。
はい、行ってきました。今回何店舗行きました？結局 10? もう10も行った。手当たり次第かもあったけど、まあそうだね。10店舗行って買った本数が4本。買ったね。割と買ったのかな、可愛い方かな。ね、うろうろして行って定価で買えるっていうところに行くのが、ね、醍醐味が。そうそうそうよ、ハイボーズとしては定価でそこを目指したい。100周年ボトルを買うっていうのが今回の検証なんだけど、結果として買えませんでした。そもそも山崎と白州ののんびんてんじはもう見ない。本当だね、プレネですら見なかったね今日。お隣の県まで来てますけど、うん、僕らもちょっと都会に行きましょう。やばみーさんどうでした今回の旅は。久しぶりに高屋行きましたけど、いいね、やっぱり大人のテーマパーク、大人のアミューズメントパーク。酒屋をアミューズメントパークって言ってる時点がもう末期ですね。やっぱ見る楽しさがねあるなってのを改めて感じましたね。そう、飲む楽しさ、見る楽しさ、帰ってたら文句出しちゃったけど、まあそれはそれで。100周年ボトル欲しいね。これからのね課題にしていこうかと思います。それではこの辺でさよなら。100周年頑張りまーす。